Thank you.
はい、外見というか顔をね、決めました。若干ねイケメン風、ちょっとね あんまりアジア人っぽくにはなってない、もうあまりにも彫りが深すぎるのでね。でもまあちょっとかっこよめにはなってるんじゃないですかね。うん、と自分的には納得いってますけど、うん、ちょっとねキャラメイク、これでまあ怪しいやつではありますけどね、やっていこうかなと思いますよ。はい、じゃあねこれで外見はいいや、作成、うん、あと名前が使われてるんですね。私書いてんなんだけど、使われちゃってるのか、残念。じゃあね、レッド。回転レッド、レッド、ブルー、グリーン、イエローとかね、なんかそういう風な、そうか、回転使われてるか、しょうがないですね。うん、とりあえずこれでいいか。さあ、キャラメイクね、終わりましたね。嘆きの韓国。ちょっとね、セーブデータが、できるところまで、お、帝国馬が騎乗動物に追加された。コレクション、カニがペットに追加された。コレクション、プレーナスカトラーがペットに追加された。コレクション更新、あらゆる種族、あらゆる勢力にがアップグレードに追加された。インペリアルがアップグレードに追加された、さあメールを受信しました。メールを確認するにはメールウィンドウを開きましょう。ボタンはどれだ、これか。メールウィンドウではゲーム内でメールを送信また受信ができると。メールを受信できるように常に役書きを確保しておきましょうとね。カニが手に入りましたってね。まあカニをどこでゲットできるのかよくわかんない。自動鍵の引き換えアイテムが付属しています。マーラの制約、一人のキャラクターと他のキャラクターを結びつける、一緒に冒険すると同時も、これまあこれクリックするともらえるのかな。いや入手時なので探索者パッケージ、探索者パッケージ、どの同盟でも好きな通常主力としてプレイ可能になります。ペットスカトラーがコレクションに追加されました。宝の地図が付属します。いろいろと宝の地図をもらえたと。送ることもできるかな。あと添付アイテム受け取る、これを押さないとね受け取れない。これはなんかもう受け取ってるみたいだな。はい、じゃあねちょっとねこれ何？保留中数値って何？コレクション、まあ通知がねありますけど。さあ、かっこいいのかみたいな。さあ操作ね。
ゲームパッド、デフォルト設定をゲームパッドにリセットします。ゲームパッド使えないんだよね。ベータ版だ。なんかちょっと一応できるようになりましたね。ゲームパッドベータ版なんですね。ゲームパッドの操作って、もうゲームパッド使えるようになった。カメラ外軸判定ちょっとオンにしてね。A ボタンでジャンプね。あとはちょっとよくわからない。十字キーの下ボタンで三人称と一人称、ね、変更できる。いやー、まあ、ここら辺はなんかねスカイリムっぽい感じですよ。おっと、バックボタンか。バックボタンで、マップがね、表示されましたってね。もう出ていく。まあマウスも使える。コレクション書物を見る。コレクションメニューにはアカウント内の全てのコレクションダウンロードコンテンツパックが入っている。装着可能なコスチューム、自然とのペット、動物、パックアウトするとこのようにアクティブにできます。チャットでリンク、名前変更。チャットでリンクってどういうことなの？分からないな。帝国馬、帝国馬ってなんかちゃんチャットで喋っちゃった。カニ、カニ、あカニとカトラーをアクティブにできるのか。2階上ストーンファイヤースキャンプ、スキャンプって化け物、プロティック効果ザザ。カニをアクティブにしてみようか。アクティブになるの、カニ。カニは、あ、いたカニ、いたカニね、カニいや、こうやってカニペット、パッペットはいいけど、ただついてくるだけなのね。カニさん、さ、大丈夫？あ、先に進んじゃう。私はリリス。ちょっと待ってね。まだ戦う力が残ってるといいけど、あんたが必要になるわ。鍵開けてくれちゃってるよ。字幕をちょっと表示したいね。ゲームパッド、ゲータだね。字幕って、ありすぎてね。要素が、ね、多すぎる。すごい。ネームプレートで何？称号表示、ギルド表示。メニューもね、多すぎてわけわからないぐらいね、ありますよ。解像度向こうってのね、あ、オーディオのとこにあるの、字幕って。
それでちょっと字幕がねオンになりましたね、うん、でセーブはセーブとかも関係ないのかな、もしかしたら、あらゆるどの種族でも同盟を問わずプレイできる、所持品胴体もう着てるやつだね、手袋そう、ポチッと入ってるかも、ね、装備してるんですね、うん、スキル、槍が、槍の使い手なんですね。俺は剣が好きなんだけどな、うん、あ、別にこれは自分で勝手に選べばいいのかな。いやでも槍を使い手だよね。槍使っていきますか、じゃあね、こういうのを多分覚えるんでしょう、インペリアルスケクラフト、ギルド10レベルにならないと作成できません。グループね、グループ参加したりねしてもらったりすることがあるんでしょうね、うん、これここで抜けても多分あれかな、セーブはされてんのかな、ちょっとここら辺探して何か物があると思う、取れるものがあるかな、今まだ取れないみたいですね、ものはね、ものは取れない、はい、ちょっとね楽しみではありますが、はい、ちょっとチュートリアルこれから進んでいく、まあ、キャラメイキングまでねやって、ちょっとまあちょろっと設定をねいじったところでちょっとね、楽しみではあるんですけども、またね、明日ね、プレイを再開したいかなと思います。うん、はい、じゃあね、ちょっとね、ライブの前に、若干、まあ、プレイがね、すぐにできるような状態になりましたっていうところまでね、今日やってみましたね。ちょっとね、ここまでたどり着くとは、思わなかったですけど、はい、じゃあまた明日以降ね、やっていきたいと思います。はい。